この写真見てよ。ね、すごいっしょ。特にこの銅像とか神が降りてきてるって思わね。もうその話何回目？さっきから写生の課題のことばかりだよ。ふうすけは分かってないな。本当のアートは何回でも語りたくなるんだって。シロは分かるっしょ？分かるような分からないような。とにかくもう絵の話は禁止。他の話にしよう。ナナミは何回でも聞いてくれたのにな。目とかめっちゃキラキラさせてたし、私の絵を見てビリビリ来てたんじゃね。ビリビリ？そういうのあるっしょ。衝撃で体中に電気が走るみたいな。そうなんだ。あ、ちなみにナナミちゃんはどんな絵を描いてたの？すっごく上手だったんじゃない？なんか全体的にグニャグニャしてたよ。おばあさまの煮物に入ってる糸こんにゃくみたいっていうか、私的には好きな感じだったけど、うまい下手で言ったらうまいとは言えないかも。意外だね。ナナミちゃんのことだから絶対に上手だと思ってた。うん、お店に置いててもおかしくないぐらいクオリティの高い小物作っちゃうし。ナナミちゃんって不思議だよね。不思議？なんて言うんだろう、時々私たちがあっと驚くようなことするっていうか、バイオリンの楽譜をバンド用にアレンジしちゃったりとか、この前の学年テストなんて全教科平均点ぴったりだったでしょ。私あんなの初めて見たよ。ナナミちゃんはたまたまだって言ってたけど、あれは奇跡だよな。マジいいもの見せてもらった。明らかに普通じゃないことをしてるのに本人は全く気づいてないっていうか、そういうところが不思議だなって。多分偶然が重なっただけじゃん。バンド用に楽譜をアレンジした時も、小物を作った時も、調べれば誰だってできるって言ってたし、きっとめっちゃわかりやすいサイトを見つけたんだね。いやほんとついてるっしょ。そういうことなのかな。は、そういえば二人とも聞いた？ナナミ、今日からファミレスだって。今日からだったんだ。わー、うまくいくといいね。すごいな、ナナミちゃん。私だったら絶対にできないよ。ねえねえ、ナナミがどんな感じでやってるのか見てみたくね。見たい見たい、すっごい興味ある。それじゃ決まりな。ルイも誘って今度みんなで様子見に行こうよ。涼しい、生き返る。クーラーが発明されてなかったら絶対夏を越せないよ。大げさすぎません？まあ気持ちはわかりますけど。いらっしゃいませ。あ、リサ先輩にアリサ先輩。あれ、ナナミ？その制服、もしかしてナナミちゃんここでバイトしてるの？はい、今日からなんです。バイトついに始めちゃいました。それではお席にご案内しますね。こちらへどうぞ。ご注文はお決まりでしょうか？おお、様になってる。ありがとうございます。私はアイスカフェラテにしようかな。私も同じで。スイーツはパフェにしようかケーキにしようか迷うな。それなら最近始まったハーフセットがおすすめですよ。スイーツを2つハーフサイズで頼めるお得なセットです。そんなセットができたんだ、助かる。あと新メニューも今日から始まったんで、よかったら見てください。バイトの先輩たちの中では6ページ目の上から2段目にあるマンゴータルトと、
8ページ目の下から3段目にある日向夏のケーキが人気ですよ。本当だ、2つとも言った通りのとこにある。今日からなのによく覚えてるね。シフトに入る前にどのページに何があるか全部覚えましたから。そっか、相変わらず記憶力いいんだね。それじゃあそのおすすめのハーフセットにしようかな。私も。はい、ご注文受けたまわりました。すぐにお持ちしますので少々お待ちください。